こんばんは。ドライブが大好き、セイです。さて、今日は2020年の8月29日土曜日です。まあ土曜日ですと言ってももうすぐで今日も終わりという時間なんですが、皆さんはどんな一日を過ごされましたかね。私が住んでる大分は今日すっごい朝から快晴だったんですね。久々に朝日の眩しさで目が覚めました。私は今祖母の家の離れのようなところに住んでるんですが、その私が住んでると離れはちょうど北東を向いてるんですね。で、窓が北側と東側に向いてるので、ちょうど朝日がビカーッと差し込んでくる方向なんですね。なので基本的にはこういった夏場、日が昇るのが早い時間帯の時期はもうその朝日の眩しさで目が覚めるというのが通常なんですね。なので今日も5時半頃に目が覚めたんですが、ここ最近は台風の影響で雨だったり曇りだったりで朝全然眩しくないんで、結構まあだいたい7時ぐらい、まあそれぐらいの時間にゆっくり起きるというパターンだったんですが、今日はもう5時半からビカーッと日が入ってすぐに目が覚めましたね。昨日の夜はちょっとネットフリックスでしばらくいろいろこうビデオを見てたんですが、まあそれにもかかわらず朝早く目が覚めました。そして昨日までの予報では今日まあ曇りというか、そんなにカラッとした天気にはならないという予報だったんで、本来は今日一日、まあ、また車のコペンの DIY、 それから動画の編集を進めようというふうに思ってたんですが、あまりにも天気がいいのでこれちょっとどこか出かけないともったいないなと思って、とりあえず午前中である程度動画編集の作業を済ませて、そして午後からですね、もう昼食をとった後からなんで1時ごろ出発で、ちょっと大分県は杵築市にある鳴田海水浴場というところに行ってきました。こちらは大分空港のすぐ近くにある海水浴場で、今回が行くのは初めてなんですが、結構静かで海も綺麗そうな場所だなということで前から気になってたんですね。で、まあそこでちょっとのんびりするなり泳ぐなりして、でまあちょっと午後のこの小休止といった感じでくつろいだら、また家に戻って編集作業を続けようという感じで行ったんですね。でまあ道中ここに行くまでは大分空港道路という自動車専用道路ですね、ここを通っていきました。ここがまた無料で通れて、しかも時速70キロで快適に走れるというなかなか気持ちのいい道路なんですね。確かこの道路って私が小学生か中学生の頃に開通して、開通した当初は有料道路だったんですよね。なのでこの大分空港までは結構それまでの下道と違って、結構その大分空港に行くまでの時間は早くなったんですが、有料道路ということで、まあ昔はみんな結局下道を使ってたんですよね。私が学生だった頃もまだ無料じゃなくて有料だった記憶があります。なのでこちらの方面に進むという時にはちょっとよっぽどのことがなければ、学生だった身の私はこの道路を使うことはなかったという場所なんですが、なんか今回大分に帰省してきたら、なんか知らないうちにここ無料になってたんで驚きましたね。いつからそうなったのかわかんないんですが、おかげでまあここ快適にこうやって自動車専用道路を走ってドライブも満喫できるというなかなか素敵な場所となっています。こうやって信号に邪魔されずに快適にこうスイスイ進めるって気分がいいですよね。今はちょっと真夏ということで、この昼間の時間帯はこのコペンをオープンにしたらもうちょっと地獄というとんでもない暑さなので、ルーフは閉じた状態で走ってますが、
秋口とか日持ちのいい季節になったら、ここをまたオープンにしてスイスイと走ってみたいですね。そしてこちらがそのナタ海水浴場ですね。こちらは杵築市にあるんですが、杵築市営の海水浴場となっています。今はコロナウイルスの影響で海水浴場の営業は中止となってるんですが、泳ぐの自体は禁止にはなっていないということで、まあ自己責任で泳いでくださいといったところの状況ですね。そんなこともあってか、こちらの海水浴場人がほとんどいませんでしたね。で、面白いことにこちら防風林の松林がずっとこのように並んでるんですが、こちら第二駐車場と書かれているので入り口入ってきたんですが、駐車場らしい駐車場というのがないんですね。他の車もみんな適当な空いたスペースに車を止めてるといった感じで、結構なんか緩い海水浴場だなという感じですね。あとこちらは民宿もこの海水浴場内にありました。面白いですよね。なんかこうホームページなんかもあるんで、動画の概要欄にそちらのウェブサイトの URL を記載しておきます。興味のある方は見てみてください。私もちょっとここでこの民宿泊まれるっていいなーって、今度泊まりに行きたいなーって思いました。まあやっぱりちょっとコロナウイルス大分も収まりつつありますが、まだちらほら出てるので、今はちょっとこういった宿に泊まるのは控えておくべきなんですが、もうちょっと落ち着いたら泊まってみたいですね。夏は終わっちゃいますが、でもこの辺全然目の前の通りとか車通らないんで、全然交通量のない場所なので、すっごい静かに過ごせそうなんですよね。そしてこちらの防風林、なかなか趣があって、なんかこう落ち着くいい場所だなと思ったんで、記念撮影もしておきました。おそらく動画のサムネになってると思うんですが、いかがでしょう。皆さんもインスタ映えスポットとして来るのもありかもしれませんよ。そしてですね、ちょっとこの海水浴場初めて来たということで、駐車場らしい駐車場がないというのが分かんなくて、その辺に止めていいっていうのは分かんなかったもんで、駐車場どこかなと、この道の先にあるのかなとしばらく進んでたんですが、そしたらまた普通の一般道に出ちゃったんですね。なのでこちらはどうも違うようだということで、もう一度ちょっとぐるっと U ターンして最初の入り口のところまで戻っていきました。結構一車線というか車一台しか通れないような狭い道だったんですが、対向車来たら嫌だなと思ってたんですが、全く来ませんでしたね。そしてまたこれさっきの入り口前の通りですね、ここまで戻ってきたわけですが、さっきの第二駐車場入り口と書かれてた看板、もうすぐで見えてくるところですかね。あ、ここですね。今度はここを通り過ぎてさらに先の方に行きました。奥の方に第一駐車場と書かれてるので、そっちにちゃんとした駐車場があるんだろうなと期待して行ったわけですね。でですね、この第一駐車場が意外と距離がありました。この海水浴場幅広いんですね。なかなか次のその駐車場の入り口見えてこないなと、本当にあるのかなって思いながら走っていったら、ようやく第一駐車場が見えてきました。こちらですね。で、目の前にちょうどなんか受付のような建物がありますが、当然人は誰もいなくて、まあ素通りといった感じでした。コロナの影響で海水浴場中止ということなので。お、コペンがいる。すごい偶然だな。いや本当、私もコペンに乗るようになってから、コペンがこう街中で走ってると、おっとこう注目するようになったんですが、まさかこういった人気のない
海水浴場で偶然にも他のコペンに出会うとはとちょっと驚きましたね。なんか嬉しかったです。ちなみに車の方は黒い外装で、内装はタンカラーみたいな色合いでしたね。で、結構ところどころこう細かくアクセントになるカスタムしてて、なかなかおしゃれな車でした。私もああいう風におしゃれな車を目指したいですね。最近こうやってトランクにはレジャーシートを常備しているので、いつでもこうやって好きな場所に行って、あとはそこでゴローっと寝転んでゆったりできる、そういった仕様になってます。あと今回は海水浴場に行くということで、念のため水着と着替えも用意しておきました。で、こちらがその海水浴場。なかなか綺麗なところだ。おお。おお、砂白いし水も青い、かなり綺麗なとこですね。そして人が全然いない。なのでカメラに向かって大きい声で喋れます。そうなんですよ、日本に帰ってからというもの、ニュージーランドの時と違ってどこに行っても大抵人がいるんで、大きな声でカメラに向かって喋るということがなかなかできなかったんですよね。やっぱり周りの人の迷惑になっちゃいますからね。こんな感じでずっと海岸沿いに遊歩道もありますね。こんな感じで海を眺めながらずっと松の防風林の木陰、ここをこうやって涼みながら歩くことができますね。なかなかいい感じです。風が涼しくて心地いいですね。いや、こうやってカメラに向かって話すって久々ですよね。なんかちょっとやり方忘れててたどたどしくなってました。そして奥の方にカップルが一組いるだけで、あとはもうずーっと海水浴客がいませんね。今回この海水浴場は初めて来たので、普段の本来のその人出というのはどういったものなのかわからないんですが、いや本当静かで快適ですね。別段海の家とかそういうのもあるような場所ではないようで、案外基本的には地元の人しかこう遊びに来ない場所なのかもしれませんね。私も実は Google マップで調べるまでこの海水浴場の存在知らなかったんですよね。まさかこんな綺麗な海水浴場があるとは思いませんでした。こちら、これナタノミヤというんでしょうか。立派な鳥居が3段で並んでますね。その奥に八代が見えます。こちらは今見た鳥居と八代の反対側の方ですね。沖の方の岩の上に鳥居が見えます。神様が海からあそこを通って八代に向かうということですかね。こちら松の防風林、なかなか立派ですね。そしてこの松林が作る木陰がまた涼しげでなかなかいいですね。いやー、なんかすごいリラックスするな。これぞ日本の海って感じですよね。ほほ、松の木がこれ倒れてんの？これどうなってんですかね。元からこういう風に生えてたんですかね。違うな、なんか倒れたかなんかがあったんでしょうね。で、結局そのまままだ伸びていると。歩道を作った後倒れてきたんですね、きっと。一旦こっち地面についてまたニョキニョキと上に上がってますね。複雑な形をしてます。ひとまずここをじゃくぐって、よいしょ。おー、狭い。見た。あー、カバンが
よいしょ。抜けれた。なかなか大変だった。こっちから来れたんだ。まあいいや。よいしょ。いやー、のどかだな。これだけ暑いから多少は海水浴客いるかと思ったんだけど、全然いませんね。まあ、時間がもう午後2時だからですかね。今日午前中ずっと動画編集とか DIY 作業やってたんで、でようやくこの時間になって出てきたんですが、そしたらもう人がいないと。お、なんか人の声が聞こえますね。さっきの緑荘っていう宿の人たちでしょうか。あとこちらが、温水シャワー。今海水浴場は、中止となってるので、こういったシャワー施設も今クローズ状態です。コロナウイルスの影響ですね。ただ海水浴禁止ではないということで、泳ぐ人は自己責任でお願いしますとなってるようです。奥の方、あの辺にもひなたっぽっこじゃない、日光浴ですね。そんなの楽しんでる人たちがいます。水には浸からないんですね。よし、じゃあ私もどこか静かにくつろげる場所、さっきの車止めてた近くですね、あっちまで行って敷物敷いてちょっとくつろぎたいと思います。ひとまず敷物がこんな感じですね。これコールマンのレジャー用シートなんですけど、サイズ大きくてちょっとこれクッションがついてるんで座り心地いいんですよね。裏面はこんな感じでちょっと耐久性のある素材になってます。なんでこれ寝っ転がると結構気持ちいいんですよね。ひとまずちょっと休憩。よいしょ。最初は敷物を敷いて、で荷物を置いたら早速海水浴場海に入ってちょっとのんびりこう涼もうかなと思ってたんですが、なんかこの松林の木陰すごい心地いいんですよね。この木陰に入ってたら空気全然熱くなくって、心地よいそよ風が吹いてくれて、なのでなんかこうちょっとここでもう昼寝するのが最高に気分いいという感じで、なんかもうここからしばらく動きたくないなとじーっとしてました。でも本当これ夏の空って感じですね。遠くの方に入道雲も見えるし、全く車が通る音がしないんで、すっごい穏やかなんですよね。結構海水浴場とかキャンプ場って結構交通量の多い道路のそばにあったりして、その場所自体は綺麗なんだけど結構車とかトラックの音がうるさい、そういったところも多い中で、こちらはめちゃくちゃ静かでしたね。幹線道路となる国道213号線から1本奥に入ってるということもあるからでしょうね。まあ、あとはその国道自体も交通量が少ないというのもあるかと思います。なので結構ここにのんびりと昼寝をしに来てるという地元の人っぽい人たちも結構いたんですよね。キャンプ用のアウトドアチェアとアウトドアテーブルを持ってきて、でコーヒー飲みながらのんびりする人もいれば、私と同じように敷物を敷いてひたすら昼寝をしてる人結構いたんですよね。いやでも本当心地よかったですね。ここをまた来たいです。私が住んでる大分市からは1時間ちょっとで来れる場所なので、めちゃくちゃお得ですよね。これはいいとこ見つけたなって思います。そして一休みした後、ようやく海水浴をする気になりました。あらかじめ水着を着てきたので、あとはもうこのまま海に浸かるだけですね。
結構砂が厚かったですね、そういえば。なのでこの波打ち際まではサンダルを履いたままで向かいました。あと途中こんな感じで流木もいっぱいこう転がってるので、そういった意味でもサンダルで波打ち際まで行った方が安全ですね。こういった流木は特に掃除しないというところが、まあ日本らしいといえば日本らしいですね。ニュージーランドだと税金で全部掃除しちゃうんですが、まああちらは観光の国ということもありますからね。あとこの時もですね、ずっとカメラに向かって喋りながら海に浸かってたんですが、防水ケースをつけた状態だと全然音声が入りませんでしたね。もともと音の入りが悪くなるんですが、ちょっとなんか想像以上に全く音が入ってませんでした。カメラの前で話すというの自体も久々ということがあって、ちょっとその辺の感覚が取り戻せなかったんですね。ちなみにこういった外で撮影してる時カメラに向かって喋ると、結構周りの人がなんだとこっちを見るぐらい大きい声で喋ってます。そうしないと張りのあるはっきりとした声が録音できないんですよね。まあ日本はやっぱりどこに行っても結構人がいる国なので、周りの人の迷惑にならないように大きな声で喋って収録するというのはちょっと難しいところがありますよね。なので今後も日本での撮影は基本的には外では無言で撮ってて、で家に帰ってから録音用のマイクで声を当てる、こういったスタイルが続くと思います。ちなみにこの海水浴場は大分空港のすぐ近くなので、ご覧のように着陸態勢に入った飛行機がこう目の前を横切る様子、こういったものも堪能できます。今映ってるのはこれソラシドエアというやつですかね。ちょっとはっきりとは分からなかったんですが、そういった飛行機が目の前を通ってました。なんだかんだと空の便もだんだんと復活してきてるようで何よりですね。こんな感じで今年の夏初の海水浴はなんとものんびりとした一日や半日ですね、そういった時間を過ごすことができました。特にこれといった準備もせずに、基本的にはもう敷物と着替えだけを持って行ったんですが、予想外になんかのんびりと満喫できましたね。次はキャンプ用の折りたたみテーブルとか、あとは魔法瓶に入れたお湯とインスタントコーヒー、こういったものを持って行ってよりくつろぐのもありですね。実際夕方4時か5時頃ですね、キャンプ用の椅子とテーブル、それからおそらくコーヒーの入ったポットとかですかね、そんなものを用意して、こうコーヒーか何か、もしかしたらお茶かもしれませんが、そんなものを飲みながら夕焼けに染まりつつある海をのんびりと眺めてる、そんな夫婦もいらっしゃいましたね。私も次回はもっとのんびりと過ごしたいと思います。とこんな感じで、もともとは予定していなかったんですが、午後から海水浴と、そして木陰での昼寝、こういったものを満喫して見事にリフレッシュすることができました。いや本当、私の住んでる大分市から1時間ちょっとでこれだけ綺麗で人のいない落ち着いた場所にたどり着けるってのは、本当に大分は恵まれた場所だなぁと思いましたね。こうやって改めて大分あちこち巡ってみると、いいところいっぱいありますね。いや大分の底力に最近は驚かされるばかりです。とだいぶいい時間となったので、今日の生産ラジオの動画もこの辺で終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。このなた海水浴場、興味の出た方はぜひ一度遊びに行ってみてください。そして今日も皆さんのいい気分転換になったなら嬉しいです。今後もこういった動画撮り続けていくので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。では今夜もゆっくりとお休みください。おやすみなさーい。